旧五番町遊郭、五番町遊理論は、水上務の小説。1962年発表。1958年の売春防止法施行まで、存在していた、京都の五番町遊郭を舞台に、家族を養うために、丹後から来た少女とその幼馴染みである、学生像との比例を描いている。1956年に出た。 三島幸男の金閣寺へのアンサーとして書いた。水上の代表作であり、1950年に起きた金閣寺放火事件と水上の実体験が題材になっている。この事件に関して各方面への取材を重ね、1979年にノンフィクション金閣炎上も出版した。戦後間もない昭和25年頃、単語の乾尊、尊白の木こりの娘、 優子は、貧しい父、肺病の母と三人の妹のために、計西人の、花貝、五番町遊戯郎に自ら売られて、遊女となる。西人の折元の公職な老人、人作りの悲劇を得て、一年後には優子は、五番町で一、二を争う売れっ子になっていた。だが優子には、同郷の幼な友達であり、恋人である、青年像の青春がいた。優子を目掛けにしようとしていた。 陣作りは、聖順が住み込んで修行している、放火寺の住職に、彼の狂わがよいを密告する。優子はその頃から、体の不調を訴え、廃病を患い入院してしまう。一方、神との情罪で合流する寺の高僧たちの姿を、見て、聖順は、修行に幻滅していた。ある日、住職と衝突した聖順は幻滅と、怒りから寺に放火し、 逮捕された後、留置場で自殺する。新聞で事件を知った優子は病院を抜け出して、故郷のよさえ一人戻り、青春を追って自ら生命を絶った。東映制作、配給。佐久間良子主演、田坂智孝監督。キネマ旬報ベストン第3位。1980年制作。松竹配給。キャストスタッフ主題歌。 挿入歌東海テレビ制作の富士テレビ系列にて、1968年1月29日から4月26日に放送、全65回。キャストスタッフ TBS 系列、花王愛の劇場枠にて、1974年3月4日から5月3日に放送、全45回。キャストスタッフハット ABC、昭和55年写真生活 P39。 坂井純子が二人の小説を対象している、金閣寺のもやしかタピー52で、岩岩は、彼が妖犬と同じ若さの貧しい家に生まれ、妖犬と同じように若い時代、臨在終章国寺派の寺において、小僧としての生活を送っていたからに他なりませんという。なお、前年の1961年には、小国寺を舞台にした、岩の寺を書いている。 有効いずつ八橋本舗オンラインショップ、いずつ八橋元保、2018年1月18日、閲覧。ありがとうございます。